渡り廊下で先輩殴る身にする火の粉腹あっただけだ下校の時にボコボコになる6対1じゃ袋叩きだ鼻血出ちゃったしあちこち痛い口の中も切れたリバウンドを取りに行くあの子が高く飛んでる時にすいません、あなたも初めましたのディレクターの三谷と申します。お疲れ様です。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ちなみに中目黒は、はい、なんかあるんですか、ゆかりは。2007年ぐらいから、はい、だいたいこの山手通り近辺にずっともう今日までずっと住んでるというか。あ、そうなんですか。赤井さんは、はい、あれ関西出身ですか。そうです、はい、もともとは京都出身で、はい、で吉本も大阪の NSC に。え、誰と同期とかってあるんですか。ですね、江原正弘とか、あ、はいはいはい、あと石橋狭間っていうんですけど、はいはい、が大阪の NSC で一緒でした、ね。はいはい、東京だとあのですよ。あ、はいはい、あーいという間店の方ですか。そうです、そうです。へえ。もう中学生ですね。あ、1個上1個下ぐらいだとどこら辺の世代ですか。1期上は、ムーディー勝山さん。はいはい。で1期下がジャルジャルとか。あー、はい、だから僕らの期って大阪24期なんですけど、はい、で東京7期なんですけど、はい、本当に不作の年って言われてて、江原がもうガンと行ってますけど、はい、まあもう中とかですよもバーンって行ってるんですけど、なんかちょっと特殊なピン芸人が多くて、はいはいはい、なんかの大会のファイナリストに残ったりとか、はい、コンビではあんまりいない気ですね。そうなんですね。今は仕事的にはどんなことが中心なんですか。今も仕事が全く皆無です。あ、そうなんですか。はい、もう僕アムロの衣装着て普段、はいはい、ネタとかやるんですけど、はい、今年多分4回ぐらいしか来てないと思うんですよね。あ、まあ、コロナも含めてってことですか。コロナも含めてですし、あと、はい、ちなみに年齢というのはおいくつなんですか。今僕、47です。あ、だいぶ遅くから芸人始められたんですか。そうなんですよ、はい。あ、そうなんですね、はい。そもそもどこ出身なんですか。京都出身です。あ、どんな子だったんですか、そもそも。そう、芸人になりそうな子ですか。いや、おとなしかったと思います。父親、母親で兄が、はいはい、で、僕の4人家族でした。はいはいはい、はい、子供の頃から芸人になりたかったんですか。いや、全然そんな子供の頃は思ってなかったです。あ、じゃあ本当に特にお笑いを目指すということでもなく。そうですね、でもお笑いがめちゃくちゃ好きだったんですよ。あ、でも好きではいたんですか。はい、もちろんダウンタウンさんの番組を中学生の頃に、はいはい、夕方4時ですよだっていう番組やってたんですけど、はいはいはい、なんて面白いんだろうと、はいはいはい、思いまして、でそっからもお笑いがめちゃくちゃ好きになりました。あ、じゃあ目指してないけど別にめちゃくちゃ好きだったんですね。はい。へえ。それで、はい、父も母も、はい、兄からも、はい、そうですね、何かあったら暴力を受けていたというか。あ、お兄ちゃんも含めてですか。はい、そうです。兄もひどかったですね、だいぶ。お兄さん何個上なんですか。は4つ上です。へえ、はい、何にもしてないのにどつかれるみたいな。へえ。ご飯の時に、はい、食べ方が気に入らんっていうので縛かれたり。
まあ、はい、そんなそんな不条理なというか父はなんかあんまり子育てに関与してなかったというか、はい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 、でも母がやっぱり兄貴ばっかりにこう全部なんか愛情注いでたみたいな感じはありますね。それどんな差があるんですか。例えば自分、そうですね、僕はまず物を買ってもらったことがないですし、小遣いももらったことないんですけど、兄貴は毎週小遣いもらって毎週、はい、で家計的にその苦しいとそういうことでもなくではないと思うんですけど、あかん、ただあかん、あんたはあかんっていうだけで、はいはい、でも僕はもう小さい時それが世の中全部そうなんだと、あ、長男が大事にされるみたいな、はい、でも苦しかったですね、ほんまになんで僕生きてるんやろうみたいな、はいはい、逆に理由はあるんですか、お父さんとお母さんからそういうことがしてた理由は何なんですか。僕はもう全く分からなかったですね。それ小学生、小学生ですね、はい。中学校とかに上がった時はそれはなんか変わってくるんですか。中学に上がってからの方がより兄からとか母親からひどくなって、はいはい、今まであんまりその子供子育てに関心のなかった父親が、はい、あまりにも僕が不憫やって思ったのか、はい、一回味方をしてくれたんですよ。はい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 。だからその瞬間に、はい、なんか母親がもうお父さんとは離婚するとか言い出して、え、で、はい、母と兄、はい、僕と父親みたいな、なんか構図が。はあ、その、じゃあ、対立しちゃったんですか。そうですね、はい。その かといって、僕は父親からも、子供の頃からしばかれたりしてたので、はい、僕は、その父親のことを味方してくれたけど、子供の頃のことがあるので、はあ、はあ、拒否というか、してたんですけど、はい、一応でもそう二の構図というか、これ別れるとは言いつつ本当に別れるわけではなく、そうですね、はい、じゃあそのあんたのせいでこんな家族が問題になってんねんでっていう風に責められました。母親から。でも血は繋がってるんですよね、そのお母さんと。そうですね、はい、これは繋がってると思います。すごい、なんか不思議。じゃあ、そういうような生活してるときに、はい、何が楽しみなんですか、その生きててというか、小学校、中学校とかって。その時は、やっぱり、もうガンダムがもうめちゃくちゃ好きで、はいはいはい。はい、小学校2年生の時に、まあ、兄が、はい。小遣いもらってたんで、はい、兄が買ってきて、はい。で、僕のものにはならなかったんですけど、それでガンダムを知って、はい。で、ガンダムテレビでやってんのももう、テレビにかぶりついて、はいはい、ガンダムがもう生活の中で1位になっていたというか、はあ、はい、そうですね、アムロの、はあはあ、真似事を、あ、その時から友達はみんなガンプラ持ってくるんですけど、はいはい、僕は持ってないので、もうその時からもうアムロという主人公がいるんですけど、はい、そのアムロとしてなんか遊びに参加してたんです。あ、じゃあもうその時から真似してたっていうか。そうですね、はい、もう再現ごっこするのが大好きで、へえ、子供の頃から、その、まあ、ガンダムの前はなんかデビルマンとか、はい、はい、そういうのをなりきってなんか遊んだりするのが大好きで。あ、なるほど。じゃあ自分がおもちゃ持ってないから、はい、キャラになりきって。そうです、はい、はい、それでじゃあ上手くなってたってことですか、そういうアムロのモノマネとか。どうなんですかね、僕モノマネをこうやってるっていう、はいはい、まあ、そんなになくて。あ、そうなんですか。はい、ただただ再現ごっこですね。へえ、普通に今の声も似てますもん。本当ですか。なんか思いました、あ、こんな地声も似てるんだって思いました。多分そう、声優の古谷徹さんとなんかあれが似てるのかもしれないですね。あ、骨格とか声帯とか。はい、で、小学校4年生か5年生の時に、はい、幻魔大戦っていうアニメの映画があったんですね。はい、で、それを友達と2人で見に行って、小学校で休み時間に、はい、その映画の1
番最初から最後までを再現ごっこやったんですよ、はい、映画分2時間分ってことですか？2時間分をだから休み時間短いんで、はい、最初から最後までをなぞって、で2日か3日ぐらいかけてこの映画を再現とかしてたんですよ。でその時に主人公の東條のセリフを言うのがすんごいしっくりきてて、はいはいはい、でなんでやろうなと思ってたんですけど、それは大人になってから知ったんですけど、その古谷徹さんって安室の声優さんがその東條をやられてたんですよ。ああ、じゃあそっか、好きな、はい、そのキャラが一緒の声優さんだったってことですね。兄がちょっと賢いところに入って高校、はいはい、で同じとこ行けって言われて、で、はいはい、僕もともとそんなに成績良くなかったんですけど、はい、まあある日突然兄貴が、はい、僕の成績を見て、はい、僕の部屋にダーって入ってきて、はい、バシバシにしばかれて、え、オール3ぐらいの成績だったんですけど、はい、オール5取らへんかったらお前次どうなるか、へ、今日以上のことになると思っとけよって言われて、で僕そっからほんま泣きながら勉強とか頑張って、はい、ほんまにオール5取ったんですよ。恐怖から、恐怖から、はい、兄貴と同じ学校に入れって言われて、はい、で僕は母親に嫌やって言ったんですけど、はい、母親が、いやそこ以外やったらもう学費とか一切払わへんって、で、もう、まあ、仕方なくというか、はあ、で難しいから先生とかからにも、はあ、お前の成績ではそこには入れへんって言われてたんですけど、へえ、でもまあ試験受けて、はあ、結果、まあ、受かって、はあはあ、その学校へ行くことになるんですけど、はあ、結果その学校に行っても、はい、もう勉強に一切ついていけず、僕はもう1年で辞めた。あ、中退するんですか高校。はい、そこ1年で辞めて、はい、で、公立高校に、はい、あの1年遅れてまた入学しました。あ、じゃあ高校留年するんですか。そうです、はい、高校、あ、留年なんでいるのか、まあでもそうか、一回、あ、その学校は、はい、私立なんですか。いえ、国立の。あ、国立に行ってたんですか。はい、国立の学校で5年生で。高専ってことですか。そうです、高専だったんです。あ、で完全に寮に入るんですけど、はい、まあ、寮に入ったらもう自由で勉強なんか一切しなくなって、はい、で遊びを受けて、で全部一学年1位から1番ベベまで成績を張り出されるんですよ。はい、ははは、1年間ずっとベベやって、でこれは無理やなと。で途中やっぱ兄貴まだ5年生やったんで、その、あ、そっか、4個違いでも一緒にいるわけっすね、学校に。で、まあある日夏過ぎぐらいか、寮に、僕が住んでる寮にダーって乗り込んできて、はい、ガーって連れ出されて、なんか下宿みたいなとこ連れて行かれて、そこで一応勉強やれみたいな感じでやらされたんですけど、でも結局それでもずっと席次はベベやったんで、もう辞めるって親に連絡して、はい。でもまあ1年遅れて普通の公立高校入って、はい、兄はその寮生活やったり下宿生活してるので家にはいないので、はい、もう会ってく切れたんですよ。お、高校に直した時に、はい、そっからもう何言われてももう聞くも知らんっていう感じで、はい、過ごしてました、ね、あ、じゃあご両親からの攻撃みたいなのを受けつつ別にそれを、はい、無視するようなかというか。そうですね。でもたまに兄貴が帰ってきたら母親がお前母親に対してこんな口の利き方したらしいなみたいな感じでガーってやられてたんですけど、はい、いやそらお母さんがこうこうこんなことをしよったからやみたいな、はいはい、っていうふうに反抗はしてましたね。でもしよったからやって言ったら
しよったからって誰のこと言うてんねんって、もう論点をすり替えてとにかく僕を押さえつけるみたいなのは変わらずでしたね。それで一流とか1年遅れた高校生活3年間は、はい、そのまま過ごすんですか、普通にというか。中学の時に同級生やった友達たちは一つ上の学年にいて、はい、僕が1年生で入った時に、入学した時に、はい、で中学の時普通に友達やったから、普通に2年生のところに休み時間遊びに行くんですよ。はいはい、ほんならすっごいよそよそしいですね、そのなんか中学の時の同級生とかは。いや1年やからみたいな感じで、でもともと中学の時の同級生とは喋らず、その新しい学年、自分が入った学年の人らとつむようになって、だから中学の時の同級生の友達はもう一人もいなくなったというか。はい、理由としては学年が変わっちゃったってこと。そうですね、多分学年が違うからだと思います。なんかそうか、逆にその1校上の状態でその高校1年生のクラスに入るってのはどんな感じだったんですか。はい、でもそんな何にも気にせず、その同じ学年になった人たちと仲良くするんですけど、それに関してはもう何のあれもなかったですね。僕の方が年上やとかも一切思わなかったですし、普通に仲良く過ごして、はい、高校3年間は過ごしましたね。何するんですか、高校卒業して。高校卒業して一応就職をするんですけど、で京都の中央卸売市場ってあるんですけど、魚鮮魚のところで働き出して、まあ、朝2時とかに起きて3時に店開けて、で魚並べて魚売れたら運んでみたいな、でお昼頃終わって、で夕方から居酒屋でバイトしたりして、でまた朝中央市場行ってっていう。掛け持ってたんですか。はい、そうですね。はい、それはなんでそんないっぱい働く必要があったんですか。いや、なんか時間がもったいないなっていうか、はい、おーおー、でみんな働いてる時間に僕は終わってしまうんで、はあ、でなんか料理とかやりたいなと思って、で居酒屋でバイト、周りの人らも居酒屋でバイトとかしてたりしたので、はあ、はあ、はい、家は実家の状態でそのバイト生活を続けるんですか。あ、そうです、はい、それはそうです。ああ、でもう家ではもう高校の時ぐらいから一緒にご飯とかは食べずに、高校の時もバイトしてたんですけど、そのバイト代でなんかパン買ったりおにぎり買ったりして、もう部屋で一人で過ごす感じですね。ああ、家の中で別々に過ごす。じゃあなんてか、それこそ家庭内別居の子供版みたいな。そうですね、はい、で実際父親と母親ももう家庭内別居状態だったので、家族全員がもう、あ、それぞれそれぞれ、はい、ソロ活動してるみたいな。そうです、はい。でもなんかそんだけ働いてれば、あのその家からなんか出る資金ぐらいはなんか集まるじゃないですか。そうですね、でそれで4年ぐらい働いてた時に、はい、ある日その中央市場で卸売なんで、居酒屋とかやってる大将とかが、まあ、買い付けに来たりするんですよ。魚屋さん、町の魚屋さんが買い付けに来たりして、そういう人らに社長にならない意味ないぞみたいな感じのことをずっと言われ続けて、はあ、でじゃあ僕もあのやりたいなと思って居酒屋をやろうと決めて、そっから貯金頑張ってして、はあ、でなんか物件とか自分で探して、でもまだその時22とか3とかやったんで、はいはい、全然もう相手にもされず、はいはい、やったんですけど、はいはい、父親の名義でその物件、はい、ちょっと買いたいんやけどって言って、はいはい、で僕はこんだけお金があるんですけどって言って、で居酒屋を23の時に京都で始めることができました。すごいですね、23でじゃあ独立してるんですか。そうです、はい、居酒屋で、はい、何系の居酒屋なんですか。いやもう創作料理ですね、僕の
ホテルの中華料理のレストランで働いたりとか居酒屋で働いた時とかのそれの全部をもう自分が覚えてきたものを出してました。まあ、ありがたいことにお客さんがめちゃくちゃ来てくれて、はい、すごいいい感じで繁盛してましたね。従業員的には何人いたんですか？最初は1人ですか？僕とあと、まあ、アルバイトの子が1人、まあ、2人で回すみたいな。カウンター7人の、テーブルが、4人掛けが3つの、ほうほうほう、まあ、ちっちゃい居酒屋だったんですけど、まあ、ちょっと大変でしたけどね、忙しい時は。でもそれでなんとか。へ、売上的には、はい、でも最初から赤字じゃなかったですか？じゃないですね、はい。まあ、そんなめちゃくちゃ儲かったっていうわけでもないんですけど、でも、あの、全然すごい繁盛してました。苦しいとかは一切なかったですけど。へえ。それどんぐらいやるんですか、その居酒屋？それをまあ3年ですね、3年やるんですけど、はい、で、そうこうしてるうちに、まあ、父親が自分の店にあの常連として来るようになって、はいはい、で、まあ、母親と、まあ、仲悪いっていうので、はい、早う離婚したらっていうのを僕は常に言ってたんです。うん、で、いやいやでも離婚したらお父さんはあの、のたれ死にするだけやみたいな言うてはって、はいはい、で、お金も自分が今まで稼いできてたお金も全部お母さんに渡したし、退職金も全部お母さんに渡したし、で、まあ、年金で父親は家で生活してるみたいな状態だったんですけど、うん、だから離婚はできへんみたいなことを言ってたんですけど、ある日めちゃくちゃ酔っ払って父親が僕の店来て、はい、お父さんもお母さんとはもうこうやと、はい、離婚でやっとかと、それで俺もお母さんとも一切その縁も切れるし、はあはあ、でその代わり財産分与だけはちゃんとしなあかんでと、はい、あのおばはん全部持っていこうとするやろから、はあはあ、ちゃんとしやって言ったら、いや分かってる、 お父さん弁護士もつけようと思ってるんだって言って、はい、でその3日後に首吊って死ぬんですよ父親が。え、なんか僕もえって感じだったんですけど、はい、その時僕は家に住んでなかったんですけど、はい、父親と母親がまあ実家で住んでて、で店に母親から電話かかってきて、はい、すぐ帰ってきてみたいな、はい、もうなんか泣き叫ぶみたいな感じあって、はい、で帰ったらまあそのまあそういう形で父親がいて、うん、でまあ救急隊員とかまあそういうのも来てなんですけど、もう亡くなってるっていうので、まあ、警察とか来て、その僕なんでかわからなかったんですよ、その離婚するって決めて、でもうあなたたちとは僕は縁を切りますって母親に言って、お前がお父さんを殺したぐらいもバーってなって、で僕はもう自分の店をやるだけやから、あのもう財産分与も一切僕はもうあなたたちと関わりたくないから一切を放棄しますって言って、うん、あの念書書いて判をして渡したんですよ、はい、でそっから1ヶ月ぐらい経った頃に、はい、兄貴から電話かかってきて店に、はいはい、で遺産相続の話なんやけどって言って、いや僕いらんって言いましたよねって言ったら、いやお前の店お父さんの名義になってるやん、接種関係あんねんって言われて、で分かりましたって言って僕その日で店を辞めたんです。そういう辞め方っすか？はい、3年間やってて自分でこう築き上げたお店を手放すのは、はい、もちろんその遺産で面倒くさいことになるってあるんですけど、なんか葛藤はなかったんですか？もうなかったですね。もうなんか、ああそんなこと言うんやと思って、その僕がね一生懸命やってきたお店のことを、いや関係あんねんけどよこせやみたいなことを、そんな
風に簡単に言うんだと思ったら、なんかもうパーンってなんかが吹っ切れたというか、はい、まあそっかそっか、はい、もうあ分かりました、じゃあやめますってなりましたね、その時は。でいきなりなられたじゃないですか、振られて、はい、お兄さんとかお母さんってのはどんなテンションというか、どんな、それを発見した瞬間はパニックになってましたけど、で親戚バッて集まって、うちの父親の、まあ、四十九日とかやるってなった時に、母親は心臓発作で死にましたって親戚全員に言ってたんですけど、僕は親戚全員に実はこうこうこうでこういう形で亡くなりましたっていうことを全員に言ったんですよ、はい、そしたら、はい、なんか親戚はみんなお母さんの味方になって、僕だけが頭おかしなってなんか言うてるみたいな風になって、はいはい、でなんかそこでも僕はもうのけもんされた、のけもんに、はい、っていう形になったので、まあこれはもうほんまにこの人たちと関わりたくないなと思って、でお兄さんもじゃそのなんていうか、その心臓発作みたいなことに言うのには そっち側なんですか？はい、でもまあ首吊って死んだっていうのは知ってるんですけど、はい、でそんなこといちいち言うことちゃうやろって周りの親戚とかが言い出したんですよ。お前は卑怯やみたいなまで言われたんですよ、周りの人から。で僕はもうその意味もちょっと全然わからなくて、はい、父親はもともと新潟出身で、はい、兄弟たくさんお姉さんとかお兄さんとかいらっしゃるんですけど、はい、もう全然東京に住まわれてたり新潟に住まわれてるので、普段全然接点がなかったんですね、はい、でも父親の葬式にはわざわざ来てくださったんですよ、はい、でその時なんか父親のお姉さんの様子がおかしいなって僕は思ってたんですけど、はい、後に聞いたんですけど、僕はその人たちにも実はあれは首吊って死んだんですっていうことを言った時によく言ってくれたねと、ありがとうと、はあ、実は亡くなる2週間前にお父さんは姉のとこに泊まりに来たと、はあ、で新潟に京都から来てんのに荷物を全く何にも持たんと、はあ、手ぶらの状態で来たと、でどういうことや、あんたの奥さん何してんのやと、何にも持たさんとみたいな、いやいやいいんだよって言って、でその時に父親がなんかいろいろ世話になったねみたいなことを言い出して、はぁみたいな、何言ってんのってなってて、でその2週間後に首吊って死んだんで、だからいやもう心臓発作って言われてたんですけど自殺っていうのは分かってたっていうふうにおっしゃってて、でそれを調べようと思ってたんやけど京都の警察とかに連絡して、でもよくおさむちゃん言うてくれたなみたいな感じで、父親はなんかそんな前から死ぬことを決めてたんやなというか、まあそんな前言うてもまあ2週間とかなんですけども、で父親はもう多分我慢できんようになって死を選んだんやったら、なんか我慢しながらこれから俺はなんか生きていくも嫌やなと思って、それやったらまあ死んだらええか、でもまあ今まで店やってて、はい、あんまりお金使ってなくて貯金が少しあったので、はい、とりあえずじゃあこの金を全部使って亡くなったら死のう、でそのお金を持って僕は東南アジアへと旅へ出たんですよ。それ何歳ですか、ちなみに。それが26ですね、はい、ポケットに札束だけ入れて、でそれがなくなるかもしくはなんか首吊んのにどっか駅でもあれば、はあ、リュックにロープだけ入れて、あ、もう入れてたんですか。はい、そうなんです、はあ、で東南アジアです、ここで旅だったというか、はあ、まずは、はい、タイに行きました。あ、はい、
何するんですか、タイで。もうとにかく泊まって美味しいもん食ってみたいなことですか。放浪してってことですか。放浪ですね。もう本当に毎日何のために人間は生きてんやろうっていうことだけ考えて、で酒飲んで、はあはあ、でタイ国内をずっと移動しながら、はい、半年ぐらい、半年、はい、歩いて移動するんですか、それって。いや、あのバスとか電車とかいろいろちゃんと交通手段を使うんですけど、でミャンマー行こうと思って船に乗ったんですね。はいはい、旅しても半年ぐらい経ってたんですけど、はい、ちょうどゴールデンウィークを利用して、はい、一人旅に来てるなんか OL さんがたまたま僕の横の席になったんですよ。はいはい、でいいですねみたいな、そのずっと放浪の旅してるんでしょみたいな、はあはあ、私はもう仕事でやっとゴールデンウィークでミャンマーに来たんですって言ってはって、半年間携帯もそのなんかコンピューターとかも一切触ったり、うんうん、携帯も持ってなかったので日本の情勢っていうのを一切知らなかったんですよ。はあはあ、なのでその方に今なんか日本で変わった出来事とかってありますかって聞いたら、はあはあ、ダウンタウンのまっちゃんがドラマに出てるのって言わはって、はあ、でそれがと衝撃を受けたというか、たけれたけれたけれ心を殺すことはある。本当に大好きだったので、はい、松本さんが出された本とか全部読んでて、で松本さんはその時当時本には歌は出さない、お笑いしかやらない、映画もやらない、ドラマも出ない、俺はお笑い一本でいくっていうのを書いてはった、その松本さんがドラマに出るっていうのが僕にはもう考えられなくて、一体何があったんだろうとあまりに気になって、僕あまりに気になりすぎて一週間だけ日本にそのドラマを見るために帰ったんですよ。なので友達の家に泊めてもうて、はい、でそのドラマを見たんですよ。はい、それがあの伝説の教師という、はい、あの松本さんが高校教師をされてる、はい、あのドラマなんですけど、はい、で担任の先生が松本さんで副担任が中井さんだったんですよ。はいはいはい、でその生徒の中の一人がもうガンで半年後にはもう亡くなりますっていう言われてた子なんですよ。うん、でその子が授業とか受けてもすっごいブッスーって顔してて、でその子がある日こう車無免許で運転して交通事故を起こすんですよ。うん、なら警察署に松本さんとか中井さんが、まあ、先生が行くんですけど、どうせ私は死ぬのよ、死んだら何も残らないのよ、免許だって取りたかったよみたいな、人間は死んでも灰になるだけよみたいなことを言ってたら、ま、松本さんの役の先生が何しょうもないこと言うと、犬や猫が死ぬことを考えて生きとんのか、生き物生物は死ぬために生まれてきとんのか、死んで肥やしになるために生まれてきとんにゃみたいなことをおっしゃるんです。そしたらあの中井さんが、先生僕たちは人間なんです、人間は死んでも肥やしにはなりません、だったら人間には何か他に生まれてきた意味があるんじゃないんですか、教えてください、一体人間は何のために生まれてきたんですか、あんたは何のために生まれてきたんですかって言ったら、笑うためや、人間に唯一与えられた特権を笑うことや、そうやって眉間にしわ寄せて過ごして死んでいくんか、普通に笑って過ごして死んでいくんか、どっちがいいか自分で考えみたいなことをその生徒に言うんです。それを見た時に、その時の僕のもう胸にぐっさー刺さって、もうボロッボロ泣いて、そっか、なんてつまらんこと考えてたんや、人間は笑うために生きてんのか、じゃあ死ぬ気になったら何でもできるわと思って、じゃあ僕が大好き
なお笑いやって、で人を笑わす側に立とう。